皆さんこんにちは。2024年3月21日スクープ最前線スペシャルです。今日も元大王製紙会長井川さんに来ていただいております。井川さん、よろしくお願いいたします。しかし先ほどもね、ちょっとあの井川さんとお話ししてたんですけども、もうね、昨日大谷選手の試合を見て大丈夫かな、不安だったんですけれども、はい、まあ打ったということで良かったと思ったら、今日になって突然大谷選手の通訳の一平ちゃんが違法賭博ということで、ドジャースを解雇されたということで、場合によってはこれから逮捕っていうことも含めて、まあ、そういうようなニュースが流れてきて、詳細がまだはっきりはしてないんですけれども、はい、どうもその違法賭博に、関わって、そして借金が増えて、そして、6億7千万って言ったかな、まあ約7億円どうにもなんなくて大谷選手の口座からそれを送ったと。で、ここから説明が2点3点していて、その要は助けてくれと大谷選手に、泣きついたと。そしたら大谷選手がもうしょうがないっていうことで、これだ、一回だけだからねっていうことで、まあそれでその大谷選手の口座から送られたという、まあ最初そういう説明したらしいんですね。ところがこういうことになると、大谷選手は違法行為を知っていたということで、それに加担したというような疑惑までね、持たれてしまうっていう話になるんですけれども、その後ちょっと若干また説明を変えたりしていて、まあ勝手に送ってしまったみたいなことも言ってるらしいんですけど、非常に今まだ本当の情報っていうのが明確ではないんですけれども、この違法賭博っていうところで、どうして今日は井川さんと会ってないんだろう。すいません。たまたま合致して、これはどうしてもちょっと井川さんにお話伺いたいと、そんな7億とか、簡単に言ってしまうんですか。いや、普通の人は簡単にはいけないでしょうね。かなり歯を縛りながら行くでしょうけれども、うん、私もね、3000万から9億まで増やしたりとか、150万から23億まで増やしたこともあるけれども、トータルは106億8000万、公式にはそれだけということになってますけれど、うん、はい、まずですね、アメリカに行ってなんで違法賭博するんだろうって、別にいくらでもカジノあるじゃないのっていう話なんで、はいはい、その違法賭博っていうのは、まだ先ほど加賀さんからお話聞いて少しは理解した部分もあるんですが、私最初に聞いて疑問に思ったのニュースからだとですね、ここまで詳しいニュースやな、私見たの第一報のところだけだったので、なんで通訳、一回の通訳がお金、ね、球団のお金、大谷さんのお金、どっち、何の話だろうと思ったんですかね。なんか違法賭博で、連邦政府か FBI かなんかが捜査していて、ターゲットになった人物がいるらしいんですけども、はい、その人物と直接彼が関わって賭博でお金をやっていたと。ですから、その、胴元のようなね、その人物を逮捕する予定だと思うんですよね、違法賭博の。なるほど。で、そこに名前で、彼の名前が出て、そして6億7500万ってなってますけれども、はい、約7億円が振り込まれていたと。そしてそれで、まあ、事情聴取をしたと思うんですね。で、その時に、大谷選手の口座から、預金口座から振り込まれていたって話になるんですね。なるほど。まあ、そうか。私、アメリカの裏カジノ、いや、裏賭博っていうのはよく知りませんけれども、はい、確かに映画とかでも、そのスポーツ賭博を裏で、胴元する映画とかありますからね。はいはいはい、多分、スポーツベッティングなんてアメリカでもあるんだろうけど、多分、日本の飲み屋と一緒で多分、率がいいんでしょうね。いいんでしょうね。それとやっぱりまずいのは、もし、それスポーツのベッドかけるみたいな話になってると、スポーツ、関係者ですからね、はい。それこそ何回に1点取ったとか、はい、大谷選手が登板した時に、どのぐらいの三振取るとか、はい、そういうことでのベッドかけたりしてますから、はいはい、よもやそういうような形だとちょっと大変なことになりますけども、ちょっと残念なニュースですけれども、今ね、井川さん言われたように、海外いるんだったらカジノもね、そこ行って遊べばいいじゃないかって話ですよね。もしかしたら胴元側にいたんですかね。あ、そういうことですか。胴元側にいて、いや、これは本当に推測ですけど、うん、可能性としては、金額的にも個人たちの大きいんで、うん、多分胴元側に多分、こう、負け分の何割かは、とかいう、はい、その代わり勝ちの何割かっていうようなシェアしてて、うん、で、多分大きく当てたプレイヤーがいてです、それを支払わなきゃいけないとかです。その感じ、はい。負けたということ、はい、自分側が負けたんだったら、そもそもですね、このお金を、まあ、胴元がそんな信用のない人間に貸すのかっていう話にもなりますよね。そこですよね。はい。ですからね、アメリカのちょっと調べてみていくと、はい、やっぱり昨日のその試合で、まあ彼がね、その出てきたら、パンが、なんか痩せこけてる。うん、大丈夫かっていうような心配のやっぱコメントが出てたんです。ですから、本人もちょっと相当危ないっていうかね、ストレスっていうかね、精神的にもショック受けてたんでしょうけれども。なるほど。推測の推測ですけど、解雇したのがドジャーですから、やっぱ雇用してたのは球団じゃないですか。というとなると、大谷さんの、大谷翔平選手の口座にアクセスする権利なんて普通に考えたら持ってないわけですから、大谷選手もなって、
得の上であれしたのか、それとも普段通訳という範囲を超えてプライベートっていうか自分のマネジメント的なものも任せたのか、どうなんだろうなって疑問ですね。大谷選手はもう野球しかね考えてないって言われてましたから、場合によっては、まあ、講座のいろんな物語も少し管理を任せたっていうところもなくはないですよね。はい、うん、ただこれもわからないので、ね。まだこれからの話ですけど、ね。ただね、はい、僕、この話を聞いてて、ジャンボ尾崎を、はい、ゴルフプレイヤーの、はい、まあ名選手ですね、一時期ね、はいはい。ジャンボ尾崎を思い出しまして、実はジャンボ尾崎に直撃取材をやったことがありまして、はい、それはどういうことかというと、ジャンボ尾崎のスポンサーで、そのスポンサー、新しいスポンサーが見つかって、ジャンボ尾崎のその借金だらけになっていた土地とかを全部きれいにしていただいて、はい、でそこに練習場を作って、はい、でなおかつ新しいジャンボ尾崎ブランドまで立ち上げてくれた某実業家、青年実業家なんですけど、はい、いたんですけれども、はい、違法賭博経営で逮捕されるんですよ。つまりどういうことだったかというと、都内で違法賭博カジノをやって、はい、カジノ場を経営していて、はい、その上がりでジャンボ尾崎のスポンサーになった、はい、となるとジャンボ尾崎が違法のね、そういった違法賭博の違法の上がりのお金をもらって、知っててもらってたらそれは汚れたブランドになる、はいはい、責任問題も出てくる、はい、ということでジャンボ尾崎、まあ事情聴取も一回されたみたいなんですけども、はいはい、まあこれは聞かなきゃいけないということで、はい、わざわざ柏原神宮で日本プレー選手権かな、日本選手権かながやってるところに僕行きまして、はいはい、でこうラウンド回るわけですよ。ところがプレーオフまでやって優勝までしそうだったんですよ。ところはね、僕も失敗したんですけど、やっぱり人に聞かれないで話をしたいわけですよ。でついて回ったんですよ。そしたらみんなラフな格好してる中に僕だけスリーピースだったんで目立つじゃないですか、はい、そしたらジャンボ尾崎が途中からチラチラ見るんですよね、うん、で、ま、困ってで結局負けるんですけど、で控え室に、行くときに一番前に立ってまるでスタッフのようにどいてくださいどいてくださいってやって、ね、で選手控え室に入ったところで声かけたんですね。で言ってふざけんなバカ野郎って言われたんですけど、でも事情聴取受けたんでしょって言ってえってでちょっと言い合いになったら、はい、それを10メートルぐらい離れたところでスポーツ紙の番記者たちがたむろしてるわけですね、待ってるわけですね、はい、その人たちが、なんだ、なんか起こったのかっていう見てたんですけど、翌日のスポーツ紙、失礼な記者が来て失礼な質問してジャンボが声を荒げる場面もあったってわざわざ書かれて、それでもうしょうがないから、その夜ジャンボを追っかけてジャンボの自宅まで行って、じゃあちょっと答えていただかないとそのまま書かざるを得ないんですよって、そしたらすぐ電話がかかってきて翌日受けると、はい、本当に自宅で話をしたんですが、その辺のやっぱりそういうふうに疑惑を持たれますよ、知った上でやってたら疑惑を持たれますよって言っている、その疑惑がどれだけ大切なことかっていうことをジャンボ尾崎最初分かんないんですね。いや弁護士に身元調査もしてもらって大丈夫だっていうことでやってたんだよ、だから彼が何をしているか全部知ってるんだって、いやそう答えたら大変なことになりますよですから井川さん、僕そのまま書いて大騒動を起こしても起こせたんです、はい、僕とジャンボだけじゃなくてもう一人ちゃんと文春側からお手伝いの記者いましたが、はいはいはい、ただねそれでジャンボ尾崎という名選手の選手生命立つなんてつまんないことじゃないですか、はいはい、で6回同じことを聞くんですよ、6回目でやっとあそう答えちゃまずいんだって気づくなるほど、ですから変な言い方になりますけど、今の週刊文春には、はい、そういうことは絶対許さないですよ、ね、言葉取ったらその言葉だけでスクープだいやですから今回ね大谷選手はもう日本の希望の星じゃないですか、はいはいはい、でなおかつまあ向こうのねアメリカのプロ野球チームリーグに取ってたって大切な宝じゃないですか、はいはいはい、こんなところでしかも新婚ほやほやじゃないですか。コースの王子ですけれども、まあこれは私の希望でもあるんですけれども、はい、まあ大谷選手ってそういう人じゃないですか。だからもしかしたら本当に知らなかったかもしれないし、本当に要するに知らずに抜かれたと、どういう形であれです。目的がそうであって、あるいは仮に、まあ、両方とも考えられるんですよね。でも、まあなんとか乗り越えていただいて、まだ若いですしね、やっぱいろんなこと、まあある意味彼真面目だし、努力の人だけど、愚道者のような人だけども、やっぱりいいことも続いてきたし、ちょっと。だから本当にスポーツのね、光の当たるスポーツのことしか考えないし、そのために努力をしてきて、はい、だからその他のことっていうのは頭の中にないんだと思うんですよね、はい、と同時にもし大谷選手が納得づくでその口座から出したとすれば、それは本
当に自分の大切な人、お世話になった人が困ったっていうところで、はい、何も考えずにね、じゃあ一回だけですからね、これで立ち直ってくださいってやったのかもしれない。はい、と同時に自分の口座ですから、まして結婚して、となると奥さんがね、はい、一応管理するみたいな流れの中でお金がなくなっていると気づいて、もしかしたらそれで彼に事情を聞いた。はいはい、でもそれでも彼は許すみたいな話だったと思うんですね。ですからどちらにしてもやっぱり大谷選手の本当になんていうかな、人柄の良さ、逆に言えば僕も井川さんも実は世の中のとんでもないものを見てきてるわけじゃないですか。ってなるとね、実はそうすると法の部分とか厳密なところで言えば、これは自分が一切タッチしてはならないっていうことを分かると思うんですけど、はい、そこをね、できれば今回は、まあ、井川さん言われたように本当にうまくね、乗り越えてほしいですね。純粋にスポーツ、追求されてる、野球追求されてるんだけれども、人間、ずっと無菌室にいるわけにはいかないですから、そうなんです、ね。少しは外気に当たってです、うまくこれがです、なんていうかな、勉強になったで済むレベルで収まってくれるといいんですけれどもね。まあ日本にも、その、スターとしてね、長嶋茂雄さんがいましたけど、まあ長嶋茂雄さんのエピソードってのすごいな、いっぱいあるじゃないですか。はいはいはい、ただし、違う形で言うと、やっぱりあそこまでのスターになると、変な取り巻きがついて、長嶋茂雄ビジネスを始めてね、やっぱりいろんなところに巻き込まれていくわけですよね。その意味で言うと、まあ大谷選手が本当のスタープレイヤーになった、これは一つの証かもしれないんですけど、それにしても大谷選手が一番信頼していた通訳のね、ずっと苦楽を共にしてきた、彼がそういうことを起こしたっていうのはちょっとね、精神的にもね、辛いんじゃないかなと思いますけど、ただ違い方すればいい時にやっぱり奥さんもらいましたよね。乗り越えていきますよね。じゃあ、今日の本来のテーマにすいません、ね。行きたいと思います。実はこの今回の、ま、井川さんとの対談ということで、ま、その遅いずれてるって僕はもっとちょっともうちょっと踏み込んで、はい、遅いずれてるっていうのをわざとやってるんだと思うんですよ。つまり自分がに責任が来ないように周りに言わせて、で自分が一番どういうふうにやれば